皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。すぐに使い切ってしまったり、いつの間にかストックがなくなってしまったり、急に壊れてしまったりする生活用品、今すぐ必要なのに手元にないという経験がある方も少なくないと思います。そんな時、身近にあってほしいのは100円ショップだったりしませんか？デパートやショッピングモールまで出かける方もいると思いますが、消耗品に使うお金は少ない方が良いという考えもあるでしょう。特に最近の100円ショップは値段が安いままなのに品質にとてもこだわっていますから、他のショップではなく100円ショップのアイテムが欲しいという声も上がるほどです。ではなぜ日本ではここまで100円ショップが人気なのでしょうか。今回は海外でも人気の100円ショップについてご紹介します。まず最初にお送りするのは、以前ネットで話題となった100円ショップのアイテムに関わる海外でのエピソードです。過去にネットで話題になったエピソード。ミュンヘンに行った時のこと。夜遅くに不良みたいな人たちがちらちらとこっちを見てきたので、怪しく思って警戒していたら、そのうちの一人が俺の方に向かってきたのです。そして一言。Yo, Japanese? 反射的に、ああ、金取られるんだな、と思ったのですが、思わずイエスと答えてしまいました。すると、途端にそこらで溜まっていた不良たちが寄ってきたのです。しかも、ネットでよく見るアスキーアートさながらに、えい、ヤッホーとか叫びながら。なぜかわからないけれど、オス、オスと空手の真似もしていましたね。そして、ドイツですごい流行ってる食べ物だぞ、とケバブをもらったので、お土産として100均で買っていた寿司の消しゴムをお返しにあげたら、狂気乱舞でハイテンション。そしたら夜中に誰か騒いでいると思われたのか、パトカーの音がしたので、とりあえずみんなチリチリになって逃げてお別れした。日本が大好きなドイツの不良だったのかな。それにしても100均のグッズは外国人に威力抜群だと実感できたよ。投稿は以上のような内容となっていました。アスキーアートさながらの反応が実際に見られたというのはとても面白いですね。アスキーアートとは顔文字の発展形であり、2チャンネルを中心にネット上で普及した活字によるアート表現のこと。モナー、ギコネコ、ヤルオなどはその中で生まれたキャラクターで、現在においても使われることはよくあります。しかし、現実世界では見られないような表情も多いので、それだけ彼らのテンションが異様に高かったのだと感じられますね。また、100円ショップで買ったものというと、日本人にはとても身近なものですから、警察官が駆けつけるほどに喜んでくれるのが不思議にも思えます。しかし、海外の人にとっては、日本人ほど100円ショップが身近なものではなく、日本ならではのものだと思っている人も多いようです。それでは次に、100円ショップについて詳しく見ていきましょう。100円ショップについて。100円均一と呼ばれ、日本で親しまれている100円ショップ。まずは市場で大きなシェアを誇っている3社をご紹介します。ザ・ダイソー。1977年に設立したダイソー産業は、日本国内で最も多い店舗数を誇っています。その数は3300店以上。また26カ国に進出しており、海外には2000店以上を展開しています。特徴は、販売しているアイテムの8割ほどを自社ブランドでカバーしていることです。セリア。1987年に設立されたセリアは、日本国内に1500店以上を構えています。アイテムをメイドインジャパンにこだわっていることと、店内の雰囲気を落ち着いた色合いに統一していることが特徴です。このことから女性客からの人気が高くなっています。セリアとはイタリア語で真面目を意味しており、
その名のごとく、セリアのスタッフはお客様のニーズや声を真摯に受け止め、より良いアイテム作りに取り組んでいるそうです。 CANDO。 1993年に設立された CANDO は日本国内に1000店以上を構えています。特徴は商品 PR にインターネットや SNS を活用している点。 CANDO のインスタグラムはなんと78万人以上のフォロワーを抱えています。基本的にターゲットを絞ることはせず、老若男女問わず全ての人が買い物をしやすいアイテムを揃えているため、バランス型とも言えるでしょう。どれも同じ100円ショップではありますが、とても豊かなバラエティとなっているのがわかりますね。実は世界を見てみると、全てのアイテムが同じ価格というコンセプトに基づいた店はたくさんあるのですが、その市場の中でも日本の100円ショップのシェアは非常に高いものとなっています。ではどうして日本では100円ショップが増えていったのでしょうか。そこにはダイソーの歴史が絡んできます。1972年、ダイソーの創業者となる矢野氏は、当時店舗を構えることなく車で移動して生活アイテムを販売していました。とても忙しい生活を送る中で、彼は次のような問題を抱えていたといいます。 1. 値札をいちいち変えるのが面倒。 2. お客様が値札を見ながらのんびり買い物をするのが好きではない。 3. お客様から安かろう悪かろうというコメントをいただいて怒ってしまった。この問題と直面することで、矢野氏は100円でも質の良いものを売ろうと考えるようになりました。お店を続けるには利益が大切になってくることは間違いありませんが、とにかく100円でお客様を驚かすという点に集中することにしたのです。この考えをきっかけに会社はとても大きくなり、最初の思惑通り、え、これも100円という驚きがたくさんのお客様から見られるようになりました。それからというもの、100円ショップは日本中に広がっていき、今では6000店舗以上も構えるほどに大きなショップへと発展したのです。しかし海外の100円ショップは日本ほど大きく発展していません。そのため日本へ訪れた外国人旅行者が日本の100円ショップを訪れると、そのクオリティに驚くことが多いのだそうです。次に外国人が驚いた100均アイテムがどのようなものなのか見ていきましょう。外国人がショックを受けた100均アイテム。安いだけではなく、プチプラとは思えないほどにおしゃれだったり実用的だったりする商品が100円で買えるという分かりやすさから、外国人旅行者が殺到しているとのこと。そしてなぜこんなに高品質なのに100円で買えるの?と驚くのだと言います。では定番ショッピングスポットとなった100円ショップで、海外の人たちはどのような商品を購入するのでしょうか。実際の意見を交えてご紹介します。 1. 洗濯ハンガー。洗濯バサミがいくつもついていて、何着も洗濯物を干すことのできる洗濯ハンガー。100円ショップに用意された洗濯ハンガーは様々な特徴を持っており、洗濯機などに吸盤でくっつけられるもの、棒の長さを洗濯物の大きさに合わせて調節できるものなどがあります。家具の一部であるハンガーを100円ショップで購入できること自体が海外では珍しく、お得に見えるのだそうです。日本のように洗濯バサミがたくさんついているものは見たことがないの。あれが100円で買えるなんてすごい。長さを変えられるタオルハンガーには驚いたわ。場所やタオルの大きさによって長さが変えられるのは便利ね。 2. 便座シート。実用的なアイテムとしてバス、トイレグッズにハマっている人たちも多くいました。最近は便座シートもおしゃれですから、ペーパーカバーやマットを一緒に統一すれば、高級感あふれるトイレ空間が出来上がります。たった100円でおしゃれなバス、トイレタイムに早変わりするのです。
イタリアにいた頃はトイレの便座を暖かくするなんて概念がなかったから、日本に来て冬の寒い朝に陶器の便座に座っては毎日冷たいと声を上げていたよ。最初はいらないと思っていた便座シートだけど、今ではなくてはならない存在になってしまったね。ダイソーのお風呂に浮かべるバスライトを買ったよ。ライトが自動で7色に切り替わって幻想的なんだ。バスライトを浮かべているだけなのに、まるで自分の家のお風呂ではないと思えるほどにおしゃれ。柔らかい光だからリラックス効果もあるよ。3、文房具。以前は発色の良くない色鉛筆やインクが出にくいボールペンも少なくありませんでしたが、今では100円とは思えないほどに高品質かつおしゃれな文房具が販売されています。特に人気なのはペン、ノート、ファイル、ポストイット、マスキングテープなど。また穴あけパンチも人気を博していて、その中でも一血パンチに興味を抱いている方も多くいました。袋や紙箱をフックに吊り下げたい時に役立つのだそうです。一時帰国の時は文房具などの雑貨類を全部100円ショップで揃えているわ。スペインを出国する時に家族や友人に譲れば無駄にならないし、100円のものばかりだからお互い気兼ねなく使えるしね。オーストリアにも二血パンチはあるのだけど、日本の100円ショップに行って初めて一つの穴を開けるための穴開けパンチを見たわ。4、キッチングッズ。年々実用的に洗練されていくキッチングッズの商品展開からも目が離せません。その中でも盛り上がっていたのが温泉卵作り機。ゆで卵の黄身を好みの硬さに仕上げるのは意外と難しいですよね。しかしこの道具を使うと現在の茹で具合がわかるため、黄身がドロッとしているかしっかりと固まっているかがわかりやすいのです。他にも電子レンジでパスタを茹でられたり、ご飯を炊けたりするものなどアイデアグッズが豊富でした。100円ショップのキッチングッズを集めているわ。今まで購入したのはピーラー、お玉、菜箸、トング、シリコン製のボウルとザル。調理時間を短縮できるアイデアグッズが好きで、見つけるとついつい買ってしまうの。温泉卵を作る機会があったからつい購入したわ。茹で具合から黄身がどのくらいの硬さなのかわかるの。5、お菓子。店舗によって品揃えは異なりますが、ほとんどの店がお菓子、ドリンク、インスタント食品を取り扱っています。特に外国人からは日本のお菓子の人気が高く、それらをすべて100円で購入できる100円ショップはとても魅力的に見えるのだそう。有名メーカーのお菓子も手頃な値段で購入できるので、帰国の際のお土産として大量買いしていく人も多いとのことでした。またパンも販売されている店舗もあり、そこでは日本ならではのメロンパンが外国人に愛されているようです。100円ショップにオーストリアにはないお菓子がたくさんあるわ。小さいお菓子もたくさんあったから、お土産にはここでお菓子を買おうと思っているの。あとはメロンパンも売っていたから、帰国の時には買って帰りたい。お菓子やジュースはだいたい100円ショップだね。コンビニやスーパーだと定価で販売されているけど、100円ショップならすべて100円。定価だと150円以上する商品も100円で売られているのが驚きだね。6、和風小物。多くの外国人が絶賛していたのが和風小物。その国らしさが出る商品には注目が集まるようですね。観光地に売っているような本格的な和雑貨と比べると100円ショップはたくさん買えるのが良いところ。また可愛い食器も人気で、陶器や木製など素材もデザインも様々なので、100円ショップの食器を使っている外国人はよく見られました。さらに通常だと100円では買えそうもないクオリティの高さから、お土産として自国に持って帰りたいという方もいるほどです。お箸、箸置き、うちわ、扇子、
靴下といった和柄の小物は家族や友人用へ渡すお土産にぴったり。100円の商品には見えないから高そうな品だと喜んでもらえるの。デザインが可愛い食器がいっぱいあるの。でも全て100円なんて驚き。オーストリアでは少なくとも食器は100円では買えないわ。7. 医療品&アクセサリー。医療品や服飾小物も充実していますが、中でもヘアアクセサリーが女性の間でヒットしているようです。ヘアゴム、バレッタ、シュシュと品揃えの多さやプチプラに見えないクオリティが魅力だとのこと。100円だからということから、汚れがちなお子さんの外遊びにも気兼ねなく使えるのもポイントですね。子供の下着や靴下などの消耗品は100円ショップで十分。成長が早いから手袋やマフラーなどの季節物はワンシーズンしか使わないことを前提に安く抑えているわ。デザインが豊富でおしゃれなものが多いから選ぶのがとても楽しいの。私はヘアアクセサリー集めにハマっているわ。100円なのにどれもクオリティの高いものばかりでびっくり。スウェーデンは物価が高いから1000円以上で売られていてもおかしくないからね。バリエーションが豊富、高品質、見ているだけでも楽しいという声が多数聞こえてくるほど外国人旅行客に大人気の100円ショップ。ヨーロッパなどには100円ショップがない国もあるため、安いのに品質の高い商品を購入できることが珍しいようでした。現在では外国人旅行客が来店することを踏まえて、アリペイや WeChat Pay など電子決済サービスを行えるレジを導入している店舗が増えていたり、地域それぞれの特色を生かした品揃えにしたりするなど、外国人へのアピールを続けています。外国人が100円ショップの商品を母国に買って帰ることで、ご家族や友人たちが喜んでくれているとのことなので、日本人が海外へ行くときにお土産として100円ショップの商品を持って行ったら、現地の人々はさらに喜んでくれるかもしれませんね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。